はい、おはようございます、今日はですね、町田、東京町田にある、教会に、行きたいと思うんですが、この牧師はですね、台湾で、出会った方です。そこの教会に行ってみたいと思います。はい、教会の最寄り駅、鳴瀬駅に到着しました。ちょっと早いんでコーヒーを飲んで朝食を取りながら、時間を潰したいと思います。ちなみにですね、ここからバスで、15分ぐらいということなんで、バスに乗っていきます。ここから歩いて、どれぐらいかな。すごい日本の幸せな街って感じです。いいですね。すごく緑も多くて落ち着きます。あった、あれだ、あれが教会だ。公園の前でいいですね。はい、こちらですね、エバーグリーンチャペル。はい、初めてなのでワクワクします。どんなところなんでしょうか。エバーグリーンチャペル、お、十字架、そしてこの中庭みたいな、すごい大きいな。ここが入り口かな、ね、これ入り口だよね。ここ入り口っぽいよね。ちょっと入ってみます。はい、今からスタジオを見せていただきます。おお、悪くないでしょ。ちょっと直せば。本当だ。あ、なんか全然音響かないですね。でしょ。なぜですか。だってテレビで使う。あ、上になんか防音材か、なんか吸音材感貼ってますね。こういうね。あー、本当だ。本当はここが機械室で、へえ。ハーベストタイムの収録場所だったんですね、うん、すごー。緑ってことはグリーンスクリーンやってたんですかね。あ、よく。へえ、わかります、わかります。で、これが実は特殊な影が出ないようなあのペイントになったから。へえ、すごー。今は倉庫みたいになってますね。今あ、めっちゃ音いい。もったいなくない。いや、もったいないですよ。音がいいですね。いいでしょ。お、録音にも使えますね。全然響かないです。いや、なるほど。あ、ドアも防音のドアですね。そうなんですよ。うわ、業務用で。わかります、わかります。すごい。だからこうやって、へえ、ここもこうやって人間ルームあるじゃない。あ、すごい。で、宿泊はここも実は宿泊できないんだから。すごい。あ、ここ2階部分ですね。ちょうど入ってきたところ2階の部分ですね。へえ、すごい。今これちっちゃいちゃってるけど、これキッチンも入って、ちょっと見ていい。はい、ちょっと見て。あ、緑が、窓の外緑ですね。あ、めっちゃ広。どう？まあまあまあ、全然いいですね。どう？これ空調はあるんですか？ある。へえ、あ、あ、本当本当。へえ、あ、これ全然。本当は4人できる。まあ大体4人はマックスで。余裕ですね。この3人できる。へえ。だからほら20人ぐらいは。あ、余裕ですね。お風呂は、はい、ここさ、スイッチここにお湯があるんだけど、これやらなかったから。ああ、見えなかったんですね、これが。はい、リラがこれが見えなくて、入らなかったってやつですね。一応まあまあでしょ。そんなに汚い。ここにハート型の風呂があったんですか。あったんだけど、みんなお風呂使えないからシャワーにした。父の日のプレゼントをいただきました。イエーイ。あの、沖縄拠点にあのアジア、また日本でですね、音楽活動しております。今日はその中からですね、1曲、まあ、2曲をちょっとくっつけたような感じで今日やらせていただきたいと思います。短くですね、やらせていただきたいと思います。1曲目はですね、Holy Ghost Party っていう曲で、本当にパーティー曲、パーティー調のチューンなんですけれども、今日はアカペラで、やらせていただきたい。次はですね、まあ、あの
イエス様に従う人生というのは本当に勝利がある人生だと、山あり谷ありだけど、でも神様についていけば絶対勝利する、イエス様は十字架の上で死に勝利して、弟子たちが本当に落胆した時に、3日目によみがえってその姿を現して、本当に多くの人に、その人生を変わりました。私もですね、そのイエス様に人生を変えられました。その歌を続けてちょっとリミックスしていきたいと思います。聴いてください。中で Everybody Yo, yo, turn the lights on. It's Sunday morning, 週日礼拝。 You know how we do it, bass and low. My hands will always stay high. Drunk in the spirit of the Lord. Don't get it wrong, we ain't high. It's only 9 in the morning. Jumping, dancing to the daylight. Speakers rocking, dancers locking. 中心は神様だけ。 So wake the presence of the Lord. So もう手を上げ。 From the front to the back to the nursing room and even to the lobby. Every generation worship GodHoly was party. I got now I got a mono. I got no problem. So take your time. 命を楽しむのは主の御心。So take your time. Let's party. You don't need a reason. 手を上げ。ただ生きる主を褒めたたえ。主の臨在の中で。人生は山あり谷あり、激変する春の時間帯、足元に響く時代、襲い来る世界外の視界を完全に地なりを変えてしまう。いきなり大きだけど俺は身なりを整えて続ける旅を、サミットを目指して前進、全身全霊全てを献身、天心は死でただ生かされると思っていた。そのためにエンジンを溶かす、アクセル全開、シフトは旅に乗り、よろしくお願いいたします。美味しく味わえない。美味しいって言われたら、あそこにあった。ちょっと行ってみようかな。ちょっと僕ら今、子供には知られたくないから一人で行こうかなとか。そんな感じで。はい、今、エバーグリーンチャペルの礼拝が終わりました。素敵な、教会員とみんなとお交わりしています。イエーイ。皆さんにね、本当に心よく、歓迎してくれて、で特別にですね、歌を歌ったりお話をしたりする機会を与えてくれてすごく楽しかったです。さあ今から、スーパーがすぐそこにあるというので、そこでお昼ご飯を買ってみんなと一緒にお食事をしたいと思います。はい、バーグリーンチャペル、すごく楽しかったです。いろんな人とお話もできたし、今日ね、あのクリスチャンになった人がいました。2人、朝1人、若い、ね、女の大学生の女の子が、クリスチャンになりますということでみんなの前で、そのお話をして、で礼拝が終わった後ももう1人、この社会人の女性の方がクリスチャンに決心をして、同じクリスチャンとしてはね、クリスチャンが増えるのはとっても嬉しいことです。なので、今日は、まあ、本当にそういう意味でもとっても幸せな日です。さあ今から、お家埼玉実家に帰りますけれども、もしかしたらちょっと寄り道しようかなと思ってます。さあ今から帰ります。はい、乗ったバス停、まあ乗ったバスが間違えて途中で下車しましたけど、こっちこそ正しいバスだと思います。はい、いつの間にか鶴ヶ島に到着していますが、今日はですね、また家族と一緒にレストランに来ています。ここはですね、とんかつのお店、和子らしいです。初めてです。はい、とんかつごちそうさま